あの私多いし先日ですね久しぶりに愛媛の実家の方に帰っておりましてまああのこのご時世なのでなかなか帰省っていうものができなかったんですけどあのちょうど愛媛でお仕事があるということで、まあ、合わせて1日だけ実家に帰らせていただきまして約2年ぶりねえ。 鼻があの空いたなあっていう感じなんですが、僕はあのもうなせ実家が大好きで、もう万年東京でホームシックになってるような人間なんですよ。で、毎年ボンクレ。正月は愛媛に帰ってえー、っと。まああの親の顔だったりとか、おばあちゃんの顔を見てであの英気を養って、また東京に戻るみたいなことをまあ、ずっとやライフスタイル的にやったんですけどもまあ、それがこの2年間、そのコロナによって。 えー、遮られてしまってちょ僕のライフスタイルも結構ライフワーク的にも結構崩れてたなっていうところで我慢に我慢を重ねた久しぶりの帰省めちゃくちゃ嬉しかったんですけど実家に帰って、えーまあ、まず「ただいま」と言うじゃないですかでうちのばあさんが待ってるのでそのばあさんのお部屋に行って「ばあちゃんただいま」 って言ったら、ああ、マー君、お帰り。ちょっとこっち、来さい。って言われて、座らされるんですよ。あのー、今、ばあちゃん、生命判断にはまってて、っていうことで、実家に帰って、1分で、急に生命判断が始まって、<laughs> うちのばあさんの、まあまあまあ、うん、やろうか、みたいな。で、ちょっと、 あのー、大石正義。大きい石に、え森さ子さんのまさに、仲が良い悪いの良いとか言って、大石正義なんですけど、ちょっと画数が良くないというか、もう一画足すことができたら、お前はもっと運気が上がると。だから、ね、今芸能活動とかも頑張ってやってんのやったら、もう一画付け足したらええんちゃうか、みたいな。 ことを言われて、いや、一角つけたすにしてもなと思って。で、まああの、藤岡博さんとかの点とかね。あと、あの、ミニモニの丸とか。そんな感じで、大石正義点、丸みたいな感じかなと思ったら、紙に書いてパって出されたのが、大きい石の正義の台のところの下に、ちょんって一角つけて、 太いし、正義っていうのを提案されたんですよ。ばあちゃん多分悪気はなかったと思うんですけど、いやもうそれ、俺もう大いしけちゃうし。<laughs> なんか、すごい楽しみに実家に帰ってきたのに、 もう帰ってきて1分2分で感動されるっていう <laughs> <laughs> 大石家を追い出されるという大事件が起きましてねもう帰るところがヤンタン火曜日しかなくなってしまいました <laughs> え本日もどうぞよろしくお願いいたします MBS ヤングタウングウ